なみにガガガスペシャルさんのガガガって、はい、どういう意味なんですか？あの高校卒業の時に一回だけあの卒業ライブみたいなのをやろうっていう話になって、はい、それでその時にあの今の清志郎さんっていう亡くなりになったんですけど、はい、ロックミュージシャンの方好きで、はい、その人のライブ見に行った時に曲中にガガガガ言うてたんですね。それでガガって名前にして、そこからメンバーが変わって上手いメンバーが入ったんで、あこれはスペシャルメンバーやなっていうので、後からガガガスペシャルって。あ、後からスペシャルが。そうなんですよ、最初はガガガだけやったんですけど。このコザック前田さんのコザックってどういう意味が、はい、これはあのですね、その長野オリンピックっていうのをちょうどやってたんですよ、高校生の時。それであのその時に佐藤谷太選手っていう人が金メダルを取られて、ちょっと佐藤谷太ファンになってて、昔はそのこうまたこうガッて開いていくっていうコザックって技が一番のこの大技やったんですよね。お前はあのエロいから、あのそのコザックって技は